高知市にあるマンションが国が推奨するマンションの維持管理の基準を満たしているとして県内初の認定を受けました。組合員の皆さんに、受けましたよということを報告できたことが一番嬉しいです。県内初のマンション管理計画の認定を受けたのは高知市の針木ガーデンヒルズです。マンション管理計画認定とは、築年数の経過により老朽化していくマンションの維持管理を目的に、おととし国が設けた制度です。高知市内にある225棟のマンションのうち、20棟は築40年を超えていて、高知市も去年12月、この認定制度を導入しました。認定を受けるには、マンションが定める管理計画で長期修繕計画の策定、修繕積立金の徴収など17の項目すべてで一定の基準を満たす必要があります。認定により、住宅金融支援機構から大規模修繕の融資を受ける際、金利が優遇されたり固定資産税が減額されるなど様々なメリットがあります。民間が決めるんじゃなしに、行政の方で優良認定するという、それに非常にやっぱり大きなメリットがあるんじゃないかなというふうに感じまして、これにやはりチャレンジしようと考えてしまいます。このマンション管理計画認定制度というものをご活用いただいてですね、マンションの入居者の皆さんが世代を超えて、安心安全に暮らしていくマンション作りというのをやっていただきたいなというふうに思ってます。高知市は今後、マンション管理組合に向けたセミナーを通じて認定制度を普及させたいとしています。